ご機嫌に歩くこのお方、おめかししているがデートではない、久しぶりの女子会なのだ。デートっぽい。違います。実はこの日のためにワンピースを下ろしている。仕事の話、今期のドラマ、最近の推しが尊すぎる話、一体何から話そうか。ではガムを包んで、さあ行ってらっしゃい。おっと、今日は誰に会いに行く。行ってらっしゃい。では改めまして、本日ご出演いただく浜辺美波さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの手を挙げている3人、あのお友達の3人です。はい。で最初声、わーあ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 ー、結構いく。坂だ。合流して久しぶりだ。よーい、スタート。あー、今日は誰に会いに行く。久しぶり。あ、元気。久しぶり。ああ、久しぶり。今日は誰に会いに行く。久しぶり。そんな感じをちょっとやってみたくて。そうそうそう。どれぐらいの位置で言ったら、これぐらい、どれぐらい下がったら映ってるのかな。どれぐらいでも言える。おまん。はい、16の3、はい、いきます。よーい、スタート。久しぶり。今日は誰に会いに行く。わー、久しぶり。わー、元気。ありがとう。いいね、フルバック。はい、いきます。よーい、スタート。よーい、スタート。ああ、声が出なかった。はい、カット。もうちょっと。お願いします。すいません。スタート。ああ、はい、カット。よーい、スタート。OK ですけど、はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。はい、OK。またやってる。ありがとうございます。はい、よーい、スタート。デートでしょ。違う。そのワンピース見たことないもん。頑張って買ったの。だってそれ絶対違うでしょ。違います。嘘ついてるだけで。違います。私は騙されないからね。嘘ついてません。ありがとう。かわいい。ありがとう。どっちもかわいいです。かわいい。やっぱりロケはいいですね。特にこう春になってきて、あの風もちょうどいい、あなんか春風が吹いていて、本当に気持ちがよく、はい、楽しい撮影ができました。あのちょうど、年始から本格的にあの連続テレビ小説の撮影が始まっていて、結構撮影に行く楽しさが毎日あって、でご飯を今作ってるので、なんかちょっとこう毎日何食べようかなとか撮影のシーン見ながら決めて、あのお弁当持ってって食べた方が一番あの時短にもなりますし、こういろんな直しもあるので、はい、あのお弁当持っていくことにしてて、はい、それが結構毎日お弁当を仕込むのが楽しいです。こう今日は着物だから、あの最初に温かい食べ物を入れておこうとか、ドレスの洋装の時だとあんまり食べちゃうとあのお腹の締めが苦しくなっちゃうので、あ今日はじゃあお肉を身にしておこうとか、パワーつけようとか、そういうのを考えて用意するのが楽しいです。祖父母ですね。はい、
実家が石川県なんですけど、両親には、まあ、コロナ始まってちょっと落ち着いたタイミングで会えたんですけど、やっとちょっと落ち着いても来たしということで、撮影がちょっと落ち着いたタイミングで帰省して、まあ、お祭りに参加するとか、まあ、お盆踊りとかの時期だと思うので参加したり、本当はタケノコ掘りとかにも季節的に行きたかったんですけど、はい、一番会いに行きたい人です。じゃ結構それで思い出があるんですね、タケノコ掘りをしたりとか。そうですね、はい、ちょうどなんか若い人手が欲しいって、ちょっといっぱいタケノコが生えすぎてなんか取りきれないよっていうことだったので、おじいちゃんはもうなんか体力的にもあんまり登れないし、もう本当は取りに来てほしいんだよって言われてたから、タケノコ掘りとかやっぱ東京にいるともう一個のこうイベントじゃないですか、なかなか行けないというか。なのでおばあちゃんの山にタケノコ掘りに行きたいなってずっと思ってます。ご無沙汰しています、浜辺美波です。今期のご活躍も陰ながら応援しております。私から、佐々木選手に一つご質問があります。長いシーズンの中でオンオフはどうやって切り替えていますでしょうか。ぜひお聞かせください。私は現場に向かう時とこう帰る時に車でマネージャーさんと一緒に乗せていってもらってるんですけど、その時にマネージャーさんと今日あったこう出来事とかをわーって話してゲラゲラゲラって笑うと、そこでもう完全にオフってなって、こうお家にお仕事のモヤモヤを持ち帰らずに済んでいるので、その時間がかなり私の中で大事な時間になっています。すごい楽しかったです。はい、ありがとうございました。嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。